あなたの一歩が少しずつスキップに変わるとき、ほんの少しだけ自信がついて、自分が好きになるレシピを3分でゆったりと紹介しています。今日のテーマは、集中できる自分になれるレシピ。集中するってなかなか難しい。今日はそんな時にとってもおすすめな集中できる4つのレシピをご紹介します。例えば、1つ目、20分タイマーをかけて1つのテーマに集中して作業する。この20分の間はたった1つのテーマだけに集中してやると決めて20分を過ごします。その後5分だけ休憩して、また20分タイマーをして次の作業をする。これはポモドーロテクニックと呼ばれる時間管理術だそうですが、私は20分という区切りが一番クリエイティブに過ごせます。2つ目、頑張った後のご褒美を決めておくと、終わりの時間までワクワク集中できる。例えば、作業が終わった後に好きなお菓子を食べていいルールにするとか、マッサージの予約を入れておくなど、ワクワクが待ってくれていると少しだけはかどったりします。3つ目、いつもと違う環境、場所で作業をする。思い切って時間貸しのオフィスやホテルを取って、周りに誘惑がない環境にしてみる。またお金をかけなくても、いつもと違う机の向きにしてみても全く違います。4つ目、作業をする前にできるだけコップ一杯お水を飲む。これは本当におすすめなのですが、作業や学習の前に500ミリ前後のお水を飲むと、脳の反応速度が 14% も早まると言われています。私は1日2リットルは飲むようにしています。それでも集中できないとき、私は15分だけタイマーをかけて、頭がすっきりするようにお昼寝します。思い切って休める勇気も集中力を高める秘策かもしれません。今日一日が思うように過ごせなかったのは、あなたのせいじゃなくて、集中できるアイテムがなかっただけかもしれません。この時間があなたにとって何かのバトンになれたら嬉しいです。それではまた。